単刀直入に言うと、僕は暴れた件について、僕は暴れてないです。はい、オーディションで、ね、はい、妹がね、結婚しまして、はい、で子供が生まれてね、はい、もうすごいね、それがね、幸せそうなんですよね。うちの母親もね、喜んで、すごい。こんにちは、井口楽弘です。今日の企画はですね、はい、実家に行きます。ざっくりとしすぎた企画ですね。まあね、なんか母親がね、どういう風の吹き回しか YouTube に出てくれるっていうんで、はいはい、あとなんかちょっと親と関係良くなかったんですけど、オーディションでね、喧嘩しちゃったりだとかで、はい、この間のオーディションでもう喧嘩しませんっていう動画を出して、あれを見てくれたみたいで、へー、なんかまあ、今日会ってくれるじゃないですけど、ああ YouTube にも出てくれるっていうんでね、すごい貴重な。顔はね、ちょっと出せないんですけど、はいはい、ちょっと、まあ、そう言ってね、その、まあ、俺と親のね、母親でね、はい、母親とのちょっとその会話とかをちょっとね、ちょっと恥ずかしいですね。樋口くん、関係良くなかったとか言って、それ樋口くんのせいですね、完全に。オーディションで喧嘩してから、いや、ちょっと緊張するな、なんか久しぶりだから。あ、結構久しぶりなんですか。そうっすね、割と結構久しぶりかな、うん、すごい本当に閑静な住宅街で、樋口くんがちゃんと家にたどり着けるかっていうのはちょっと心配なところなんですけど、ね、ちょっとね、久しぶりに来たからどこか忘れちゃって。本当に方向音痴ですよね。樋口くん、怪しくなってきましたね。家見当たらないですけど、この辺りだと思う。あ、もう待ってるわ、入り口で。あら、どんだけ楽しみにしてんだよ。YouTube を。かわいい。全部モザイク。こんにちは。よろしくお願いします。顔モザイクかけるから大丈夫。はじめまして、おたけと申します。よろしくお願いいたします。モザイクかけるんで。すいません、お邪魔します。飯あります。飯あるよ。あるけど4時って言うから冷めちゃったかも、ね、あれ4時に18時言ってたよ。16時って言うからさ、こっち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 、すいません、お邪魔します。はい、どうぞ。お、唐揚げだ。あ、唐揚げです。美味しそう。樋口くんのお母様の手作り。いや、早速つまみ食いですか。樋口くん、手洗ってください。 あれ手洗ってよ。あ、昔の写真。樋口くんいます。え、リュウちゃん。これ俺じゃなかった。あれ、これ旦那だ、妹の。俺じゃなかった。俺はさ、一番下でさ、寝てるじゃん。ちっちゃい子の写真とかあんの。いたんだ、ここに。どこに。ここにいたんだ、今逃げた。あ、逃げちゃった。ちっちゃい時のここだね。ああ、あるんだ。どうすか、似てます。いや、似てるというか本人ですよね。キャンプ。おかげというかありますね、うん、変わらないですね、樋口くん。こんなのね、これとかね、これとかすげえ可愛いな。樋口くん可愛かったんですね。どうする、食べる。食べよっか、じゃあせっかくだから。そういえばさ、マスクしよっか。いや、大丈夫だよ。まあ、手洗ってきなよ。そうだ、一回手洗おうか。一回切りましょうか。はい。さよ
ザイクがめんどくさいんだよな、これしっかりモザイクしてるね、モザイクっていうのマジでめんどくさいね、一番めんどくさいモザイクは。何を撮ってるの？え？何を撮ってる？いや、コラボ動画を撮ってたの。食べる分なくなっちゃいますよ、つまみ食いしすぎて。本当だよ、2階の分もあるんだから。2階の分って？2階が楽しみにしてんだから。ああ、あ、早田ちゃん降りてくるの？うん、降りてくる、降りてくるのもあるし。山ちゃんもでっかくなったね。いや、歩くよ。嘘。あ、捕まりがちだけどね。俺が来たら喜ぶだろうな。もう甥っ子がいるんだけど、はい、俺のことめっちゃ好きで、へぇ、そう、俺が来るとね、すごい喜ぶね。ちょっと、お母様微妙な反応されてますけど、井口君。だってさ、泣いてるのにさ、抱っこしたの。泣いてるのに抱っこした。親友だからね。井口君が小さいお子さんって全然イメージないですね。親友だから、大丈夫。え、ない？あ、全然イメージないです。すごい好きなんだよ、あの、遊ぶよね。子供好きってイメージが全然ないです。旅行行った時ずっと、俺抱っこした。そうそうそう。樋口くん。旅行行った時泣かれてね。でも今ね、ちょっとね、あれなの。人見知りの時期だから。あ、多分ね、泣くと思うよ、すごい。降りてくるの？降りてくる。今ね、ご飯の時間になっちゃったから。かわいいですよね。おいくつぐらいなんですか？先週で1歳になったか。ああ。俺のあの写真の時と同じぐらい。あれよりちょっとちっちゃいよね。あ、1歳かわいいですよね、子供。大人になったらババアとか言うようになるんだろう。生まれた時はさ、そっくりだったの。タケにね、生まれた時はタケにそっくりだったんだよね。へぇ、今も似てる。本当ですか？今ちょっと違ってきたよ。樋口くんと甥っ子とのツーショットが見れるんですね。どこ座ろうか。すごい美味しそう。すごい綺麗なお家ですね。おしゃれだし。実家ですよ。なんか不思議な感じだな。いや、本当ですね。そしてご飯がすごい美味しそうです。まあね、やっぱ結果をね、しなくてよかったなと思いますね、今回。もう喧嘩しなかったことでね、こうやって和解することができて、家族と。いやー、樋口くんのせいで仲は良くなくなっちゃったのかもしれないですけど、まあ、樋口くんの自分の行いでまた仲良くなれたと、ね、素晴らしいですね。本当に良かったな。まあね、何かを得ればなるかをしなきゃいけないっていうのはありますからね、何かを。樋口くん、なんか名言っぽく言ってますけど、何の話ですか？いや、樋口くん、待ってください。これから食べるんですよね。いや、落ちてます、落ちてます。樋口くん、なんか、唐揚げ落ちました、今。もう。つまみ食いちょっとしすぎな気がします。ね、いや、何でも食うじゃないですか。すごいいい匂いですね。甥っ子は来んのかな。仕事先でやっぱ厳しいよ、これ映ってちゃうと。え？仕事先で厳しい。わかんない、ほら誰が見てるかわかんないから、わかんない、そういうの。そんなに俺のチャンネルは健全じゃないらしいです。じゃあ私は見たことがないから、見たことがあれば大丈夫。健全でなんか子供もあの見れるチャンネルだから、子供向けチャンネル。そう、それがちょっとどうなんですかね。大
だから炎上してんすよ。ここに座ってちゃダメなの。腰が痛くて。そうだって映っちゃうんだよね。じゃあこっち側に来た方がいい。腰が痛くてさ。そう。で、そう顔映んないでしょ。うん、はい。いただきます。はい、どうぞ。そっちがね、塩麹でね、こっちがね、あの、中学校の時毎日お弁当に入ってたやつと同じやつ。へー。中学校の時に毎日同じ、あの、だってさ、卵とか入れるとさ、唐揚げだけでいいよって言うからさ、だんだん唐揚げとご飯になっちゃった。いや、2年間ずっと唐揚げとウインナーしか入ってなかった。プチトマトとか入れるとさ、入れんなよとか言うの。結構反抗的な。そうそうそう、中学高校時代ですか。うん、なんかね、厚焼き卵とかもさ、色合いで入れるじゃない。そうするとさ、いらないとか言うの。そういうのいらないから、唐揚げいっぱい入れてとか言う。だから結局最後はさ、唐揚げとご飯だけ。いいですね。で、ウインナー乗っけてね。美味しそうですね。え？怪我してないの？うん、してない。健康。それは良かった。お母様は YouTube とか見られないんですか、全く。もう全然見ない。誰も見ない。俺の華々しい活躍も見てないんだよ。あの試合とかの映像はさ、送ってもらってみるけどね。じゃあ最近あのブレイキングダウンの映像とかは見られてるんですか。じゃあはなんかこの間開いてたら出てきたよ。なんかこうやってるところ。あ、これタケじゃんって言って。自分でこうやって探しはしないけど、うん、一応ほら聞いてるじゃん、こうこうこうやって買ったっていうのは聞いてるから、自分で探したりはしない。そうそうそう、もうなんかそう喧嘩とかしないことにした方がいい。そしたらね、心配がほとんどなくなるね。心配が消えるわ。だから昔からあの格闘技とかもそこまで見に行ったりとかはなかったんですか。見に行ったよね、1回ね。1回だけで。だけど行ったんだけど、もうね、持ってたチョコレートが溶けちゃうぐらい、なんかもうなんだろうね、緊張しちゃったのかね。あれ以来来てないもんね。うん、いつ頃のですか。一番最初だよね、アウトサイダーデビュー戦とか。初戦だよね、行って。だってこっちが具合悪くなりそうだもん。もう取れるかと思っちゃう。格闘技見るのも大変ですよね。そう、疲れますし、出てくるって、出てきたらもうなんかもう大変だよね。やる方も大変だよ。うん、そうだよ。けどさ、応援する方もさ、みんな応援してるからね。樋口くんは昔からこんな感じですか。うん、昔からこんな感じだよね。そうだよね。でも赤ちゃんの時とか幼稚園の時いい子なんだよね。いい子じゃないでしょ。え、なんで。あの短期でね。まさか幼稚園の時から短期だったってことですか。短期でさ、ちょっと気に入らないとひっくり返ってなってね。それはないね。スーパーでちょっと泣いてさ、ひっくり返ってなってさ、連れて帰ってくるの大変だったよね。どういう時にそんなことしてる。だからそのお菓子が欲しい、今日はダメ、それでもうバタン。すぐだよね、すぐバタン。おかしい。もうね、何も考えずに、頭打つとかも考えずにバタンっていくから、だからすごいね、心配なの。でもレジで私がお金払ってる間もうすぐどっか行っちゃうから、もう足でこうやって押さえて動けないようにして、もう私がどんな風に人に映ってるかなんて関係なく、もう足とかで押さえてお金払って、
そうしないとさ、すぐどっか行っちゃうから。あ、やっぱ大変な幼少期だったんですね。ちっちゃい頃覚えてるのもさ、一回ヒーローショー見に行ったの覚えてる。多分大レンジャーとかのヒーローショー、核、うん、レンジャーだったかな。うん、一回じゃない。で、俺最後までそれ見たかったの。うん、で見たくて見たかったのに、今日なんかその大レンジャーが首吹っ飛ばされる日だから見ない方がいいよって連れて帰られる。絶対なんかね、なんか用事あってわざと見せないようにしてる。違うんじゃない、帰りがみんな、帰りがほら終わるとみんなザーって行くでしょ。あ、もしかしたらあれかもしれない、写真撮ろうとかいうのを習わせないためかも。ヒーローショーで首吹っ飛ばされるシーンが絶対あるわけないですよ。さ、写真撮ろうとかになるとさ、またね、並んでさ、そのこうのって遅くなっちゃうじゃん、帰り。そう、大人になって気づいたけど、やっぱあれおかしいなとか。そう、そう、そういうのあったからひっくり返すの。どうかな、あ、うまい。それは懐かしいでしょ、うん、で、先に食べた方は塩麹だから最近作り出したやつ。いいですね、当時の味ですね、樋口くん。小中学校も変わらずですか。うん、変わらずだよね。結構おばあちゃん元気してる。おばあちゃん元気、昨日ね、昨日帰ってきたの。どっから。おばあちゃん家行ってて、昨日帰ってきた。本当は今日帰ってくるはずだったんだけど。5年ぐらいあったよ。会いたいんだけど、おばあちゃんも言ってた、ターくんに会いたいんだけど、ちょっとね、心配だからね、コロナとか、ね。あ、コロナね。ちょっとその、ゴミ箱がなんか嫌じゃない？大丈夫。ばあちゃんってインターネットいないんだよ。できない。うん、ばあちゃん見てたら血圧が上がってくるよ。あー、山ちゃん久しぶりだね。親友だね。はい、おいで、おいで、誰だっけ、おいで。あ、泣かないんじゃん。泣かないよ、さ、親友じゃん。親友だもんね。ぐらいだと絶対落としたままだ。お試し食ったんで帰ります。じゃあね、ヤマタン、おいで。最後に抱っこしてあげようか。やだなって。気をつけてね。はい、試合頑張ってください。はい、お邪魔します。頑張ります。ありがとうございました。ごちそうさまでした。あ、いいえ。また来てね。こちらです。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はご家族の方とコラボ、うん、コラボなのかな。一応コラボみたいな感じですかね。今一応実家の方に、そうだね、はい、お母様とかと対談っていう形で、はい、まあ和解っていうんですか、久々に、まあ、喧嘩しなくなったから会いに行けたと。そうですね。まあこれからオーディション動画が上がるんですけど、うん、もう一度ちょっと確認しますね、樋口くん。本当に喧嘩してないですか。え、本当に喧嘩してないんですよね。下に決まってんだろ。おい、樋口くん、どうしようもないですね。我慢できるわけねえだろ、あんなの。
喧嘩してきてやったよ。もうまたしばらくご家族と会えないってことですね。めちゃめちゃやってきてやったよ。まあね、俺はね、俺のやり方、まあそういう炎上してそういうの見て不快に思う人もいるかもしれないけど、俺は俺でね、そのやり方でこう突っ走るんで、喧嘩売ってきたやつはね、買ってもバンバンやるっていう、俺のやり方でこれからもやっていくんで、皆さんよろしければ今後とも応援の方よろしくお願いします。お願いします。あとはね、まあいつも応援のコメントだったりとか DM くれる人とかね、街で声かけてくれて本当に感謝してます。本当にありがとうございます。ね、で次ブレイキングダウン8ですか、はい、はい、対戦相手決まったんでよろしくお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録と、あ、そうですね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。バチバチでプロでやってた、プロというかね、世界で戦ってた選手なんですけど、あー、なんか選手っていう名前なんですけど、はい、今日向かい合ってみたって感じですかね。強そうでしたね、結構ね。へえ、強いの当ててきたなっていう感じですね。いや、水ヒューマ選手ってわかります？あー、朝倉未来さんチャレンジの、安井選手がね、ちょっと自分とやりたいって言ってですね、まあ、やるかもしれないなと思ってます。